お願いいたします。石油ストーブの元栓を閉めてくださるようよろしくお願いします。横浜市のボーリング場全員救助され命に別状はないということです。では続いて岩手からお伝えいたします。はい、お伝えします。岩手県では大津波警報が出されまして大きな津波をすでに観測しています。宮古港で最大波が4メートル以上、大船港で 3.2 メートル以上、釜石港で 4.1 メートル以上です。現在、映像が乱れましたがご覧いただいているのが、岩手県宮古市の出崎ふ頭の映像です。ここには魚市場や産直施設などがあります。その駐車場に止められていたと見られる車が津波によって大きく流されました。午後3時過ぎの映像です。岩手県宮古市では出崎ふ頭に止めてあった大量の車が津波によって流されました。このほか岩手県釜石市でも港などで多数の車が海に流されたということです。三陸沿岸部では港が浸水しています。また現在の被害ですけれども、岩手県盛岡市内では3カ所で火災が起きているということです。ビデオ、東北電力岩手支店によります。